どうもハッシーです。久しぶりの投稿になりましたが、最近は砂利で水草を育てるのにハマっております。現在は2ヶ月目。1ヶ月間空回ししてから水草を植栽して1ヶ月経った状態です。低床は多いソズナですが、ソイルと比べるとやはりちょっと難しかったです。水質は RO 水を使えば、砂利といえど軟水にするのは簡単でしたが、施肥に悩みました。保肥力が全くない砂利での施肥、最近やっとコツがつかめてきたところです。水草の状態は遠目から撮影してれば悪くないのですが、アップで撮ると少し抑えたいところですね。砂利の場合どのような水質になるのか気になったのもあって、割と頻繁に調べてました。35日目にアンモニアが未検出になって水草を植栽しています。いろいろあるんですが、今回はカリウムについて。鉢上げ時にイニシャルスティックを規定量入れて1ヶ月間空回ししてから水草を植栽しました。なのでカリウム液肥はしばらくいらんだろうと思っていたのですが、スターレンジがこの辺の時見事に新芽が発芽しました。その後水中のカリウム濃度を 4ppm に液肥で補正をかけてから1週間後白化は治りました。この新芽の白化、実は初めての経験で、ソイルを使用していた頃は起きた試しがなかったです。なのでいい勉強になりました。一応考察しておくと、ソイルには保肥力があるので、イニシャルスティックから漏れ出たカリウムがソイルに吸着、水中のカリウム濃度がゼロになっても水草はイニシャルスティックおよびソイルからカリウムを調達可能。一方砂利の場合保肥力がないので、イニシャルスティックまで根を伸ばした水草しかカリウムを吸収できていなかったと思われます。保肥力って通常はメリットですが、必須元素のバランスを取るための勉強という意味ではデメリットかもしれませんね。砂利で水草水槽を立ち上げて分かったのが、まず水質がダイレクトに反応します。そのため欠乏症と過剰症が出やすく、いい勉強になります。藻類がまだ少し目立つので、もっとうまく管理したいところですが、どのバランスがずれているのか、また経過を動画にします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。